皆さんこんにちは。ウィキ博士です。今回の動画では、今田美代さんの紹介をします。それでは本編へどうぞ。今田美代。1997年3月5日生まれ。日本の女優、タレント、グラビアアイドル。福岡県福岡市出身。株式会社コンテンツ所属。人物。キャッチコピーは、福岡で一番可愛い女の子。これは、今田が所属している事務所、株式会社コンテンツさんの社長がつけたもので、今田の東京進出とともに、スポーツ紙や週刊誌などのメディアで紹介されるようになった。好きな食べ物は牛タン。特に、薄切りの牛タンを好んで食べており、焼肉店に行っても牛タンしか食べない日もある。福岡の料理で一番好きなものは、味噌味のもつ鍋。豚骨ラーメンに大量の紅生姜を捨てたいという願望がある。趣味は語学勉強で、高校時代に漢字検定準2で合格。2017年には中国語検定2を取得した。マイブームは料理。特技は、博多弁の早口言葉、人より、まぶたの可動域が大きいことである。中学時代は陸上部に所属。走り幅跳びを専門としていた。特に尊敬している女優は満島ひかり。最も仲の良い友人として、女優の永野芽郁の名前を挙げている。永野とは2年連続でクリスマスを過ごしたことがある。また、モデルの岡崎紗絵とも交友がある。